新型コロナウイルスの感染拡大の影響で大切に悪化しているアパレル大手ワーナー、若い世代をターゲットにしたアクアガールやエコソックスなど5つのブランドを廃止します。またショッピングセンターなどに出店している358の店舗を閉店させるほか、来月には200人程度の希望退職を募集します。ワールドが昨日発表した今年4月から6月までの第一四半期の決算では、最終的な損益が24億円の赤字となっています。今後はネット広告を強化するなどして事業の立て直しを図る方針です。香港の民主化団体の中心メンバーだった周永氏の講座に決まりました。去年夏の大規模なデモに関連して違法な集会での参加を煽ったものとして起訴されました。同級の言い渡しが今年12月以降になりました。兵庫県内で見つかった化石が世界で最も小さい恐竜の卵の化石に認定されました。この化石は筑波大学や兵庫県の博物館などの研究チームが去年、兵庫県の丹波市にあるおよそ1億1000万年前、全白亜紀と呼ばれる時代の地層で見つけました。幅2センチ、長さ 4.5 センチ、重さは推定で10グラムほどで、筑波大学によりますと、このほど世界で最も小さい恐竜の卵の化石として、ギネス世界記録に認定されたと。今日は被爆から75年となる広島原爆の日です。悲惨な被害を繰り返さないため、核兵器の廃絶を国連で世界に訴える活動を続けてきたのが高校生平和大使です。9年前、その平和大使だった女子学生が今新たな活動を始めようとしています。新平和大使の人に聞いています。井上つぐみさん、5年前、高校生平和大使を務めました。高校生平和大使の時は、大人の方のサポーターの方の力を借りて活動してきたので、今の私にできることは、市民活動のサポートかなと思って、今のそのサポーターの活動をしてきています。井上さんは国連の軍縮会議に出席し、兵器廃絶を強く訴えていました。This year marks the 70th year of the atomic bombings of Hiroshima and Nagasaki. We must take one big step toward a total elimination of nuclear weapons. 広島大学学部に進学した井上さん、被爆から75年となった今年、新たな活動に参加しています。広島市の取り組みで高齢化が進む被爆者に代わって、その体験を語り継ぐ被爆体験伝承者を目指そうと思います。伝承者になることは平和大使のことで井上さんの目標でした。被爆者の体験が後世に伝わらなくなる期間を抱き続けています。私たちが被爆者の生の声を聞ける最後の世代とも言われているので、この核の恐ろしさを訴えていらっしゃる被爆者の方の声を捉えかけてはいけない。3年間の研修が必要な伝承者ですが、新型コロナの影響で高齢の被爆者と直接会うことが見送られてきました。8月6日の原爆の日が近づくこの日、井上さんは体験を受け継ぐ被爆者でようやく会うことになりました。川本翔造さん、86歳です。小学6年生で疎開中だった川本さんは、家族を探すため広島市に戻りました。家族6人を失い、原爆都市となりました。平和大使を務めていたのは、川本さんの講演を聞いていた井上さん。
当時印象に残っていたことを聞きました。石けで遊べられたのか、新聞紙を手に出らせたの